射視手術は、射視つまり目くらいのズレを強制するための外眼筋の手術である。外眼筋手術は米国で年間約120万件で3番目に多いに眼科手術である。1818 18年にメリーランド大学の一般外科医研教授であるボルチモアのウィリアム・ギブソンによっていくつかの試みが行われたが、最も初期の成功した。 射死手術例は1839年10月26日に、ヨハン・フリードリッヒ・ディーフェンマッハが内射死の7歳児に施行した例である。外眼筋と目玉の接合部分を切り離して射死を治療するというアイデアは、1837年にニューヨークの眼科ジョン・スカダーによってアメリカの新聞に掲載された。内側直筋の接離手術時間は一つの、 外眼筋につき1時間程度で局所麻酔による日帰り手術が一般的。術後、痛みや異物感を感じることがあり、1ヶ月くらいの間、目の充血がある。再手術が必要になる場合、術中の痛みが伴い、外眼筋の短縮術後は、後天術よりも痛みを伴う。目の充血も、初回より長く続き、術後に、 悪心応答を引き起こすことがある。術後は眼帯を使用し、目の刺激から保護する。強制量の不足、または過剰、手術後、目の位置は正位、またはほぼ正位になるが、強制が過剰、または不足の場合、さらなる治療、または再手術が必要になる。長期的結果で見ると、手術後にある程度の両目強調が見られる場合、そうでない場合よりも、 目くらいがそのまま正常な位置に止まる可能性が高くなる。患者が手術後にある程度の両目融合を達成できる場合は、そうでない場合よりも長期にわたって目が整列したままになる可能性が高くなります。先天性内射視患者の術後6ヶ月の経過観察の時点で射視角が小さい内斜射または外斜視が見られる患者を対象にした研究では、 射死角が小さいうち射死患者は、同じ射死角の外射死患者と比べると手術から5年後でも、目くらいが矯正されたままになる可能性が高いことが分かった。先天性内射死患者の症には、外科的治療が早期に行われた場合、術後に立体視がより向上するという暫定的な証拠がある。その他の症例報告、射筋障害のための射死手術後に、 甲状性外斜死を引き起こすことがある。まず最初に抗体性上射位が検出される場合があるが、子供の場合、早期手術をした方がこの重症度は低くなる傾向がある。次に、射死手術は主観的及び客観的な回線変異を引き起こすことがあり、四角形がそれを補うことができない場合は、回線射位及び回線福祉が生じることがある。 水平直近のみの手術後に現れる垂直偏差、A パターンと V パターン、及び、回線社員は特定の外科的予防措置を講じる、ことにより予測、または回避できることが知られている。機能的考察、射死手術後、続発性の単眼固定症候群が発症することが多い。機能の改善と、さらなる利点、長年の間、長期にわたる射死の成人患者は、 手術によって生意用だけが改善されると考えられていた。しかし近年ではこのタイプの患者でも術後の運動アライメントが非常に高いと両眼視機能が改善されるケースがあった。内向者視の場合、強制により患者の両目視野が広くなり周辺視が改善される。さらに目のアライメントの強制は患者に 心理社会的及び経済的な利益にもつながる。副詞は、射出手術後の最初の数週間で、かなり頻繁に発生する。手術後に非常に稀に発生する、合併症には、目感染症、胸膜潜行による、出血、眼筋の剥離、または、視力喪失が含まれる。眼筋の手術は、反根化を引き起こす。反根が広範囲に及ぶ場合、 目の白い部分に隆起した赤い組織が見えることがある。繊維症は手術中に、マイトマイシン C を使用すると軽減できる。スイスの眼科医、ダニエルモジョンによって考案された、極小切開者死手術は、比較的新しい術法で、合併症のリスクを軽減し、術後に目機能の回復が早いことと、傷の治りが早いという利点がある。手術用顕微鏡下で行うため、 結膜の切開は従来の射死手術よりもはるかに小さくなる。2017年に発表された研究ではミスの術後期間に結膜とまぶたの腫れの合併症は少なく長期追跡結果ではミスと従来の術式の術後結果が類似していることが報告されている。ミスは眼球運動の制限が見られる場合でもあらゆるタイプの射死手術、すなわち 直近の後天術、短縮術、転移、プリケーションに使用できる。ごく稀に、目心臓反射により射死手,手術中に、除脈や不正脈、場合によっては、心停止をきたすことがある。ありがとうございます。